よいしょ、マイスクリーム講師ですのお兄さん、魔法でございます。今日も動画やっていくんですけれども、今回の内容はですね、非常にリクエストとかでも非常にたくさんいただいていたので、お待たせしましたという感じなんですけれども、コールドレインザ・レベレーションの歌い方解説をしていきたいと思います。この曲はですね、昔ね、おすすめの練習曲は何ですかみたいなことに関してお話ししている動画もあるんですけれども、その中でもね、一つとして挙げさせていただいているぐらい、すごくね、まあ、簡単っていうわけではないんですけれども、スクリームの技術をね、向上させるときにも、役立つ曲の一つでございます。僕自身もですね、レッスンを普段していて、生徒さんに課題曲みたいなものをお出しするときに、この曲をね、チョイスすることが多いぐらい、かっこよくて、しかもちょっと練習もなっちゃうじゃんこれみたいな、素晴らしい曲なんでございますね。で、今日はあくまでね、原曲っぽく歌うというところに重きを置いて、進めていこうと思います。一応細かいところも詰めてはあったりとか、発音の部分もこういう風にしたらネイティブっぽく聞こえるかなみたいなところも一応詰めてはあるんですけれども、まあ一応ぽくっていうところだけ、ご容赦ください。あとね、クリーンパートもあるじゃないですか、サビがね。なんですけど、やっぱ僕がやると、やっぱそのクソオブクソというかね、やっぱキングオブクソ、クソの中の王になってしまう可能性があるので、なのでシャウトパートだけ、今回は抜粋してお送りして参ろうかなと思っておりますので、どなたかぜひ、クリーンを教えてください。はい、というわけで、このチャンネルではよく発声関係のお話であるとか、ちょっとね、激しめの音楽のことに関してであったりとか、今回みたいな歌解説だったりとかね、に関しての動画をよく上げておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あとこちら Twitter の ID になります。普段ね、発声に関するお役立ちのね、ツイートなんかをさせていただいたりとか、今回のデモンストレーションなんかも、Twitter に動画でつなげて載せておこうかなと思いますので、ぜひフォローをよろしくお願いします。じゃあ解説いくぜ、いくよ、せーの、よいしょ。はい、同じ場所っていう感じで、まず早速基本的なお話からいきたいと思うんですけれども、まず使用する発声に関してはフライスクリームの攻撃が9割になります。で、本当に一部だけフォールスコードが入ってくるような感じで、他はもうかなり結構高めのね、フライスクリームの攻撃になります。で、とにかく全体で言えることとしては、シャウトのキーもそうだし、サビのね、クリーンもそうなんですけど、結構ね、ピッチが高いんですよ。キーが超高いの、高いので、いかに節約して歌うかというところが、戦いのポイントになってくるかなって思います。品質が損なわれない範囲での節約っていうのをちょっと、まず全体として意識してみるといいと思います。一番いいのは、もちろんシャウトのところってピッチ乗せないといけないんですけど、できるだけそのピッチ感を消すというか、歪み感だけ残して、このつぶつぶ感だけでね、いけるようにすると、変な話、ごまかしが効くじゃないですけれども、それっぽく聞かせつつ、自分もちょっと楽かなみたいなところはありますね。で、あとね、これリズムキープも結構肝になってきます。シャウトの多い曲っていうのはそういう側面も多いんですけれども、一定の区間でこう強くアクセントがついてきたり、します。そこでこうノリをつけていくみたいな感じにすると、すごくこう心地よく聴いてもらえたりするんですけれども、この曲もそういうのが結構出てきますので、そのあたりを意識してもらうと、あ、かっこいいってなるのでね、ぜひ意識してみてください。じゃあ早速1位からいきたいと思います。こんな感じでね、逐一デモンストレーションを挟みつつ、やっていきたいと思います。まずパッと見てもらってわかるんですけど、この A 詞の下に、カタカナが振ってあります。できるだけちょっとこう、僕なりにですけど、ネイティブっぽく聞こえるような、カタカナを振ってあります。これを、シンプルに追ってもらうだけでも、スクリームでね、追ってもらうだけでも結構それっぽく、特に単語単語のつなぎですね、を結構滑らかにしてあげないと、それっぽさっていうのがね、もう結構半減しちゃうんですよ。半減以下とかになっちゃうので、つなぎの部分が、結構滑らかになるように工夫してあります。そして、青文字になっているところはラリルレロ、ラ行なんですけど、上顎にこうベロをつけないパターンのラ行になっています。R の発音なので、ラリルレロ、こういうニュアンスでやってみてほしいところですね。で、あと同じような感じで赤文字のところは、TH の発音ですね。こう下の先端ですね、噛んでいただきながら、こう発音していただきたいところでございます。で、順次追っていきたいと思います。僕もちょっと手元見ながらで申し訳ないんですけど、 Here we are just let it go なんですけども、 Here we are ここでちっちゃいイが来るようなイメージでベロをこう丸め込んでいくと、 Here we are、 こんな感じです。こういうニュアンスでやってみてほしいところですね。で、 just let it go なんですけど、 just ここでちょっと溜めて、
ジャス、ちょっとこう溜めてほしいところです。ちょっと溜めて爆発させてレリゴーです。レリゴー、レリゴーは結構皆さん馴染みがあるので結構発音流暢にいけるんじゃないかなと思うんですけど、ゴー、手伸ばしてってそこからワギョー、ここのニュアンスね、ここのニュアンスちょっと細かいんですけど、今回原曲っぽくってことなんで、こういうニュアンスをマサトさんはね原曲で出されているので、ここもちょっとこう残し気味にしてあげるといいかなって思います。で、次 Forget the fear and let yourself explode のところなんですけれども、ここもねちょっとカタカナから追っていくと Forget the fear and fear and のところです。ここもあのベロは上顎につけないです。 fear and で let yourself let yourselfレッチョー、レッチョー、レッチョーでいいです。レッチョーセルフ。で、よく言うと今みたいにベロを巻くといいですね。レッチョー。レッチョーセルフ！レッチョーセルフ！まあ、こんな感じ。で、次、エクスプロードが来ます。エクスプロード！こんな感じで、エクスプロード、エクスプロード、エクスプロードって感じです。ここもちょっと溜めて、頭のところはちょっとコンパクトにまとめて、溜め気味にしてから爆発させるみたいな。イメージがいいかなって思います。エクスプロードの単語の意味通りですよね。で、ここの D はもうベロをでって置くぐらい、でって置くぐらいのニュアンスです。エクスプロードって言っちゃうとちょっとあまりかっこよくないかもしれないです。あとね、 Forget the fear and、 ここのアクセントだね。 Forget the fear and、 Forget the fear and、 Forget the fear and、 たったったタンタン感も、ここがさっき冒頭に言いましたアクセントが結構強くつくところです。で、ここがなんかナーナーだとねグダグダになっちゃうと思いますので、タッタッタッタンタン、細切れ感をちょっと大事にしてみてほしいなと思います。で、次ですね、ここがねちょっと難しいんだ、ここちょっと難しいんだ。まずカタカナ追ってみましょうか。 Freedom is yours if you try for something more。 で、ここはちょっとあえて細かくカタカナのとこも区切ってあるんですけど、これはねあえてこういう風にしてあって、ここの塊で覚えると多分覚えやすいと思う。なんで、まずは、freedom is your, freedom is your で、ここもできるだけ、こう、最後は下巻いた方がいいんだけど、余裕なければいいと思います。freedom is yours if you, if you, freedom is yours if you、 ここ繋がります。ここが結構、音と音が繋がるところ。freedom is yours if you strive, strive なんだけれども、ぶって言ってる、時間があまりないので、ふでいいです。ふのイメージでいいです。で、t の後に r が来るときは、今回の場合は、strive なんで、chu のイメージで、発音すると、ネイティブっぽく発音できると思います。strive, strive, strive, strive。まぁ、こんな感じで、発音してもらえると、それっぽく聞こえます。で、strive for something more。ここもなんですけど、more っていうよりは more。こう、ちっちゃい e が入ってベロが巻かれる感じ。こう、冒頭の一番最初の歌詞と一緒ですけど。で、something、僕もね、th の発音超苦手で、超下手くそなんですけれども、まあ、下噛みつつ ting みたいな、イメージでやってあげると、ちょっと最初はごまかし聞きやすいと思います。最終的にはこういうイメージじゃなくて、もっと th の発音があるんですけど、まあ、最初はね、難しいので、something、something みたいなイメージでいいと思います。で、難しいのはね、こんなね、細かいっていうところだけじゃなくてですね、発声が移行していくんですね、これはね。strive から more に向かってだんだんこうピッチが下がっていくような感じです。Freedom is yours if you strive for something more。 で、ここ難しいので、最初は Freedom is yours if you まで結構こう高めのスクリームで歌って、そこからこうもうものすごい低いとことかに、移行しきってもいいと思います。で、次 1B です。ちょっとパターンが変わってきますね。で、カタカナ追っていきますよ。 Why see, why see through your lies under the world disguise って感じです。 Why see through your lies, why see through your lies under the world disguise、 ここのねリズムですね。で、ここ難しいのが C の後だから、普通の作業の後に TH の動が来るし、ここでちょっとね僕も苦手です。難しいですね、ここね。難しいんですけど、口ワチャワチャってなるんですけど、頑張ってくださいね。で、次 Under the wall disguise なんですけども、 Under ではないです。 Under, Under, ER の発音なので Under です。この辺は後でもまた出てきます。で、ホールっていうところは Wall, Wall, Wall っていうような発音をしてください。 Under the wall disguise, guys っていうような感じで、次 another wall of mine、 ここですね。ここも ER の発音が出てくるので another ではなくて another です。で、次の hollow っていうところも wallow wallow、 口を縦にしながら wallow、 こうドリブルみたいな動きをイメージしながら another wall of mine、
こんな感じ、うわーうわーうまーい、こういう動きをイメージしてもらえると多分発音しやすいと思います。結構大げさでいいと思いますよ。で最後の D もここは結構サイレント気味でいいと思います。であとそうだ、この部分みたいに、母音スタート、例えば I、C とか母音から発生するとね、結構喉が締まる場合が非常に多いです。これクリーンの時もそうなんですけどね。なので、別の子音を挟んだりとかするのも、一個の手でございます。で、ここの部分も通して、YC do your lies, YC do your lies っていうこの、ダン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 っていうリズムを非常に大切にしながら進めていっていただきたいなってところですね。で、次も一緒なんですけども、ちょっと歌詞が変わります。さっきはね、your lies だったんですけど、今回 your lies なので、R プラス母音なので、ちょっと発音がしづらいです。R で舌巻いた、ついでに rise。your rise, your rise っていう感じで、ついでに発音する感じで、やると非常につながりがいいかと思います。で、次、the lie has made you blind です。the lie has made you blind。まあ、major でつながりますので、major blind。ここもこ、下置くぐらいでいいと思います。ほぼサイレントって感じ。で、次です。ここはね、何かしらでくくっとくようにしますね。そこの中は地声でやってください。そこからシャウトに向かっていく感じ、滑走路をイメージして、そこからシャウトバー飛び出しました、飛び立ちますみたいな、感じでやってみてください。 Leaving yourself behind って感じね。で、2へ行くよ。ウェイクアップから始まります。ウェイクアップ、 P はね言わなくていいです。ウェイクアップ、ここ足止める感じだけでいいです。プって言わなくていいですよ。で、次 Before your time is up のとこなんですけれども、ここあんま突筆すべきとこはないんですけど、 C っていうならタイムの発音かな。タイムなんですよね。タイムっていうとちょっとこうペラペラしちゃうので、まあぜひちょっとタイムでねお願いしたいところかなと思います。で、同じく P は止めるだけでいいですよ。で、次 You never know if you don't try now, so go のところですね。まあそうだな、 You'll、 まず You'll は、これ L ほとんど発音しなくていいので、 You をちょっとこう粘っこく言うぐらいでいいですよ。 You You ぐらいでいいです。で、 Never、 ここも ER なので、 Never know if you ここ if you ですけど、 if you でいいですよ。つなげちゃってくださいね。これ細かいとこ全部つなげちゃっていいのでね。で、 Don't も言わなくていいです。 Don't tryT がね、2個繋がってるので、don't try でいいですね。don't try, try. ここでも、中が出てきます。T の後に R が来てるので、try, now, so, go. ここはまあ大丈夫だと思います。で、and don't look back, back, back! こういうイメージで、やってもらえるといいかなって思います。back じゃなくて back。まあ、これやりすぎなんですけど、やりすぎなぐらいでちょうどいいと思います。クリーンの時だと違和感あるけど、歪みが入ってると、やりすぎなぐらいでちょうどいい感が出てまいりますんでね。で、This is your life, this is your time to shine のところです。This is your ではないですね。This is your, this is your, this is your, this is your life, this is your life ですね。This is your time to shine.Shine, shine, 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 じゃなくて shine, shine, shine ですね。 This is your time to shine! 結構全体的に大げさでいいと思います。あと shine の後の N の発音ですね。ここはな。Time to shine! Shine! じゃなくて shine!な、な、な、ここの最後の抜けポイントですね。ここも一番最初と結構似てますが、ここもぜひ再現してみると原曲っぽくなると思います。で、サビが来るんですけど、クソオブクソを回避して、で、2ビもね、1ビート基本的には変わらないので省きます。で、1個違うところが It's not too late to try っていう歌詞があるところですね。 It's not too late to try to bring yourself backここもさっきの Leaving Yourself Behind のところと似てますが、地声の滑走路からの歪みのところに向かっていきます。 It's not too late to try! こんな感じで向かっていきます。マサトさんはここはニュアンスとしてはちょっと It's にもっとこう感情を込めてます。 It's not too late to っていうよりは It's not too late to! It's not too late to! ぐらいの感じでちょっとだけこう歪ませていらっしゃるかなっていうところでございますね。で、次、ブレイクダウン前ですかね。バスドラムがドゥクドゥク鳴る前のところなんですけれども、So bring yourself back は全部スクリームではないです。So だけ、地声で入りましょう。で、バックのところはもうとにかくアタックをつけたいので、唇をものすごく締めてください。で、その状態で破裂を鳴らしながら、back! っていう感じで発音締めてください。だから、So bring yourself back! こんな感じになりますよね。で、ここもバックではなくて back、back。
back という気持ちでやってみてください。で次最後、一番最後のところなんですけど、ここすごい高いです。 Seek and you will find Find で、All you need のところは Wo you need Wo 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 ねっていう感じで発音してください。で、is inside なんですけれども、 inside inside、 ここでためを作ってあげましょう。この無声音ね、ここはしなくて歯に空気をしっかり当てる音をここは入れてためを作ってあげるっていうのが大事ですね。必殺技のゲージためて邪王演説黒竜派みたいな、そういうイメージでやってみてください。はい、というわけで、少し長くなってしまったかもしれません。申し訳ないです。お疲れ様でした。一応ね、これでシャウトパート全部さらえたかなって思います。一部ちょっとフェイクとかも入ってたりするかもしれないけど、どうでした？まあ細かいところを気にし始めるといっぱいね、発音に関しては覚えることがあるんですけれども、一応こういう形で最初ひたすら聞いてもらって、で僕がこうさっき一応、出した一応ネイティブに近いような感じのカタカナとかをね、一応その形として覚えて、でそれありきで何回も聞いて何回も発音とかしまくってると、やっぱり耳も慣れるし発音にも慣れるし発音の癖がついてきます。だから結構そのさ、覚えてない英語の歌とかってカラオケで歌うのってちょっとなんかな、最初これ歌うの自信ないなみたいな感じになったりとかさ、知ってる曲でも今ここどこを歌ってんだろうわかんねえやみたいな感じになったりとなったりすると思うんですけど、そういうのもなくなってすごく楽しい、カラオケライフ、バンドライフ、歌ライフが待ってるかなと思いますので、もうなんか今日の動画生徒さんの予習用にしようかな。これ見てきてちょっと練習してくださいで次見してくださいみたいな感じにしようかなっていう風に企んでるんでございますけれども、まあそれはいいとして、という感じで今日の動画ぜひ参考になりましたらグッドボタンと、あとチャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。あと SNS のねフォローもぜひよろしくお願いします。というわけでデスノお兄さんの本でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。